平野義也は、日本の政治家、薬剤師、和歌山県高野城町1967年12月7日、和歌山県高野町高野山に生まれる。高野山幼稚園、高野山小学校、高野山中学校、橋本高等学校を卒業し薬剤師を目指す。祖父、父、親戚、兄弟ともに薬剤師である。2014年4月20日。 高野町長選挙当日有権者数3077人最終投票率 84.83%2018 年4月8日高野町長選挙当日有権者数2741人最終投票率 79.06%1 期目小規模多機能診療所の機能充実や環救急体制の拡大安心安全な防災のために産業 活性化のために人口流出問題のために1、子育て、生態、高齢者、支援に総合学習で、すべての世代が触れ合える街づくり若者、定住促進奨励金交付事業用空き家の有効活用街づくりのために、その他、ふるさと納税関係平成23年から25年度、寄付件数平均約19.3件、 寄付額平均290万円平成26年10月に再構築これにより様々な事業の財源確保ができた。ありがとうございます。